ニーハオ、リュウハワタナベです。台湾で占術師と占い学校の校長先生をしております。今月の占いについてお話しいたします。なお、この後からは AI がお届けいたします。羊年生まれのあなたは優しくて思いやりがあり、協調性に優れています。美的感覚が鋭く、想像力豊かな一方で、慎重すぎる一面や優柔不断なところもあります。2024年8月、自分の感性を大切にしつつ積極的な行動をとることが運勢を良くする鍵です。この月は、直感に従って新しい挑戦を恐れずに受け入れることで、思いがけないチャンスが訪れるでしょう。自分の内なる声に耳を傾けながらも、行動力を持つことが成功への近道となります。特に、新しいプロジェクトや人間関係に対してオープンな姿勢を持つことが重要です。ポジティブなエネルギーを大切にし、毎日を充実させましょう。では、2024年8月の駅線カードを1枚引いてみましょう。ここで、水山犬のカードが出ました。この毛は困難や障害に直面することを示し、忍耐と努力の重要性を教えています。今月は挑戦に対して冷静に対処し、地道な努力を続けることが吉とされます。水山犬の毛は前に進む道が困難であり、一筋縄ではいかないことを示唆しています。しかし、こうした時期こそ、真の成長と学びの機会です。感情に流されず、冷静かつ慎重に対応することが求められます。焦らず、一歩一歩進むことで、最終的には大きな成果を得ることができるでしょう。特に、自己改善やスキル向上に注力することが推奨されます。今は目先の成功よりも、長期的な視野で物事を捉え、粘り強く努力することが大切です。周囲の支援を求めつつ、自分自身の内面の強さを信じて進んでください。2024年8月の総合運を詳しく見ていくと、水山犬の影響から困難や障害がテーマとなる時期です。この月は、物事が思うように進まないことがあるかもしれませんが、冷静に対処し、忍耐強く努力を続けることが成功への鍵となります。焦らず地道に取り組む姿勢が重要です。仕事面では、思い通りに進まないプロジェクトや予期せぬトラブルが発生するかもしれません。しかし、こうした困難は一時的なものであり、冷静に対処することで解決策が見えてきます。特に、細かい作業や準備に時間をかけることが、後の成功につながります。上司や同僚とのコミュニケーションを大切にし、サポートを求めることも効果的です。人間関係においても誤解や対立が生じる可能性がありますが、相手の立場を理解し、冷静に対話を重ねることで関係を改善することができます。特に、感情的にならず、相手の意見を尊重しながら話し合う姿勢が重要です。友人や家族との時間を大切にし、信頼関係を築く努力を怠らないようにしましょう。恋愛面でもコミュニケーションが鍵となります。お互いの気持ちを理解し、尊重し合うことで関係が深まります。シングルの方は、新しい出会いに対して積極的になることが求められますが、焦らずに自然な形で関係を築くことが大切です。すでにパートナーがいる方は、日常の小さなコミュニケーションを大切にし、相手への感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。健康面では、心身のバランスを保つことが重要です。ストレスが溜まりやすい時期ですので、適度な運動やリラックスできる時間を持つことが推奨されます。特に、リラックスできる環境を整え、自分の内なる声に耳を傾けることで、心身の健康を保つことができます。睡眠不足や過労に注意し、健康的な生活習慣を心がけましょう。財運に関しては、慎重な計画と管理が求められます。無駄な出費を避け、貯蓄や投資に関する計画を立てることが大切です。今月は、大きな買い物やリスクの高い投資を避け、堅実な金銭管理を心がけましょう。総合的に見て、2024年8月は、水山犬の影響を受けることで、
困難や障害に直面することが多い時期ですが、冷静さと忍耐強さを持って対処することで、必ずしも悪い結果に終わるわけではありません。むしろこれらの挑戦を乗り越えることで、自己成長と成功への道が開けるでしょう。周囲のサポートを大切にし、自分自身の内なる強さを信じて進んでください。